すでに上田晋司コミッショナーもリング上に登場しております。続きましてチャンピオンベルトの返還でございます。チャンピオンベルトが返還されます。ネージャが4月の15日、まあ、2人にとっては、ね、やっても思っても見ないような大きなチャンピオンベルトを手にして、はい、腰に巻いて、第1回の防衛戦、ちょっと早すぎるような感じもありますけども、はい、内心なんとも言えない気持ちでしょうね。そうですね、はい、完全にまだものにしないうちに、そうそう、負けてしまってもなんですし、はい、ここは一番きついところですね。そうですよね、チャンピオンにとって第1回の防衛戦というのが特に若い2人だけにですね、ジャガー不安でいっぱいでしょう。そうですね、はい、今チャンピオンベルトが返還されました。そしてコミッショナー宣言です。3ダウンへ規定による 3WA 世界タッグチャンピオンジャガーチャンピオン選手権として認定いたします。昭和64年4月21日天皇陛下コミッショナー。さあ今コミッショナー宣言が終わりました。正式にこの試合が 3WA の世界タッグ選手権であることを宣言いたしました。藤井リングアナウンサーによる選手の紹介が始まります。この試合はどういうことになるでしょうか。ちょっと早すぎる感じ、宇野久子、堀田由美子の第1回の防衛戦であります。しかも相手が小倉由美、長堀和也、宇野と堀田はですね、はい、今日も堀田が言ってたんですけども、この小倉と長堀に引き分けがあっても勝ってないんですけどね、今まで勝てないんですよ。そうですね、そうですね、ですから何とも嫌な相手だということを言っておりました。さあ試合が始まりました。60分3本勝負であります。おっと小倉いきなり飛びました。そして長堀も飛びました。挑戦者ペアの何か息が今序盤で爆発した感じがあります。すごい勢いです。小倉そして長堀、今小倉上がった、長堀が上がりました。まあしかしこの2人にとってはですね、チャンピオンチームってのは自分たちの後輩ですもんね。そうですね、負けられないですね。負けられませんね。小倉と長堀は去年の仙台4月ですか、はい、クラッシュが持っているこのチャンピオンベルトに挑戦した経験がありますね。そうですね、はい、この時には敗れております。さあ今日はチャンピオンチームは後輩です。どうしても負けるわけにはいきません。まず小倉が今堀田由美子を襲いかかりました。カウントが入ります。堀田由美子もですね、出身が兵庫なんですよ ね、 そうですね、神戸ですから、今日はですね、神戸からたくさんのファンが声援に詰めかけております。中にですね、お父さんお母さんも最前列で観戦中であります。お父さんが正雄さん、そしてお母さんが佳子さんであります。果たして最前列どういった気持ちで今日堀田由美子選手の試合を見つめているでしょうか。塩野さんね、はいはい、このご両親が、ね、いらした時は、あんまり堀田選手勝ってないんですって。あ、そうですか。今日はぜひ勝つとこ見て帰りたいとおっしゃってましたよ。なるほどね。ジャガー の、 お父さんお母さんもね、ジャガーチャンピオン時代もうよくリングサイドで観戦してましたですけども、そういった時のですね、娘の気持ちってのはどんなもんなんですか。私はあまり意識してなかったですけどね。気にしなかった、親の方がやっぱり胃薬持ってきたんですよ。そうかわかりませんね、今日は本人以上にお父さんお母さん試合前から緊張気味でした。さあその今堀田由美子から宇野久子にタッチでやります。それにしても若いチャンピオンチームが誕生いたしました。 3WA の世界タッグ
チャンピオンベルトといえば大体今までそうそうたる人たちがね持ってたんですけども、この宇野井坂と堀田由美子っていうのは異例の、まあ、あの昇進と言いますかね、チャンピオンベルトを手にするのが早かったですね。早かったですね、やはり2人はデビューした時からもう完全な実在ということは言われてたんですけども、しかし関係者もこんなに早く手にするとは思っていなかったでしょう。それだけにチャンピオンベルトを手にしてからかえってこの第1回の防衛戦は固くなるんじゃないでしょうか。今小倉由美そして宇野久子が戦っておりますリング上です。みゆきちゃんなんかね、はい、この宇野とかあるいはあの、堀田由美子なんかはね何かあの、身近な存在のような感じがあるでしょ。そうですね、同じぐらいの年じゃないですか、きっと、はい、18歳、ね、そうなんですよ、はい、17歳から18歳、いやじゃあ同じぐらいです ね、はい、ねこうして同年代のね、まああの職業は違いますけどもね、はい、人たちが大勢のファンの声援を受けて戦っているわけですけどもね、どうですかチャンピオンチーム、どういうふうに見ますか。いや、やっぱりこう同じぐらいの人がもうこのリングで戦っているなんていうのはもう信じられないぐらいです ね宇野久子選手はね、まあ、あのデビューした時からね素質は十分だったんですけども、ちょっとあの怪我が多かったりしてね恵まれておりませんでした。一方堀田由美子もねちょっと怪我をしたりしましてね、そうですね、2人とも膝やられてるみたいですよね、はい、あ今はまたあまり良くないんですか。いやもう規制のようになってるんで自分で分かるんじゃないかなと思うんですけどね。なるほど、今日はあのしかし試合前僕からの聞いたところではね、いやどこも悪くありませんと、今体調は万全ですと言ってましたが、あるいはあの若い堀田だけにですねそういったウィークポイントはアナウンサーにも見せないとそういった気持ちがあったのかも分かりません。まあそのぐらいの気持ちじゃなくちゃ、そうです ねチャンピオンベルトをこうやって戦いませんよね、いや今日はレッツゴー3匹のね3人の皆さんももう熱心にリングサイドから観戦中なんですけども、長作さん、はい、若いチャンピオンチームですけどもね、はい、どういう風にご覧になってますか。あのね、やっぱあの前チャンピオンの方がね、はい、あの老解っていうんですか、はいはい、計算づくで言ってるみたいなんで、こちらの若いチャンピオンのスタミナをなくさなければいいなという感じで見てるんですけども、あ、はい、スタミナまで考えてちょっとね、はい、試合ができるかどうかですよね。前チャンピオンは老解ですね、はい、そういうことがありますね、はい、庄司さん、はい、いかがですか。あのね、このね、宇野はね多分右膝がちょっと悪いんじゃないですか。そうですそうです、それをね、はい、徹底的にチャレンジャーが攻撃してますね、はいはいはい、それをしきりに隠そうとしてるんですけども、そこは老快なところですね。そうですね、盛んに右膝を攻撃やってますね、はい、ですからこのタグというのは1たす1が2じゃないんですね。なるほど、1たす1が4になり5になる、そのタッチのタッチの感じでしょうね。あ、庄司さんなんかね、やはりあのいつも3人で仕事をやってますから、はい、こういったタック戦なんていうのはいろんな意味で面白い見方ができるかわかりませんね。僕ら一人一人面白くないんです、3人並んで初めて面白くなるんですよ。あ、そうですか、はい、純ちゃんどうですか、血圧の方は大丈夫ですか。本当に女子プロも若い若いのような選手から、重厚な選手から層が厚いですね。はい、今日はその若いのような選手がねこうしてチャンピオンベルトを争っているわけであります。ファンも大変です、あるいは小倉に、そしてあるいは長堀に大変な声援を送っております。まあ、あの今日も小倉由美選手の講演会の人たちがね私のところに来まして、最近の小倉選手をどう思いますか、ね、何かあの気がついたことがあったらどんどん言ってあげてくださいと言ってましたですけども、挑戦している長堀小倉にとりましても何かあの今大きな壁にぶち当たっているようなところもあります。何としても欲しい今日の 3AA の世界タッグチャンピオンベルトであります。試合者ともブレンバスターを仕掛けました、そして抑え込みに行った、カウントは2でした。レフリーがボブ矢沢でやります。宇野は今手を伸ばしている、堀田由美子懸命にリングサイドから手を伸ばしております。エプロンから手を伸ばしておりますがちょっと届きませんでした。宇野久子は捕まったまんま、そして今長堀和也足4の字がっちりと入りました。足4の字が入りました。わずかに膝を痛めている宇野久子にとっては苦しい技、足4の字が入っております。大阪府立体育会館、まあ今日はあのチャンピオンチームの宇野堀田由美子に対しても大変な声援ですが、長堀そして小倉に対してもですね熱い声援が飛んでますね。そうですね、人気ありますね、はい、
ゴブゴブといった感じの声援であります。大阪府立体育館です。さあエプロンに逃れました宇野久子、ここはロープレークであります。ロープレークを命じております。ボム矢沢場外に落ちました。ああ相当やはり右膝を痛めているようです宇野久子。堀田由美子もちょっとねサポーターが両膝に巻かれておりまして、宇野久子も両膝にサポーターを巻いております。レポーターの宮久は、はいはい、どうなんですか今日このチャンピオンチームの体調っていうのは。チャンピオンチームの体調はどこといって悪いところはないというふうに言ってたんですが、はいはい、2人とも非常に疲労が溜まっているようですね。なるほど、あまり元気がなかったですね、はい。やはり精神的に今日のこのね防衛戦というのがちょっと答えてるんじゃないでしょうかね。まだねチャンピオンという自覚はないそうですよ、はいはい。まあ、こういったカードを組んでいる松永国松マネージャーにどうしてこんなに早く対戦カードが作られたのか、この防衛戦が組まれたのか私も聞いてみたんですけども、フジテレビ杯争奪のあのタッグのリーグ戦でね、はい、この挑戦者ペア、うん、長堀と大倉がとってもいい試合をして引き分けたんですってね、うん、そしてその引き分けた直後にですね、うん、どうしても宇野久子と堀田由美子に挑戦させてほしいと、もう本当に顔色を変えてですね、うん、決勝を変えて、うん、お願いがあったらしいですね。そうですか。これをやはり松永隆社長もよし、そこまで言うんだったら許可しようじゃないかと、相手は若いチャンピオンなんだからいい試練だと、うん、まあこういったことで決定したらしいんですけどもね。じゃあ両方勝て負けないようにしないとダメですね、はい。ですから、まあ、小倉と長堀はですね十分に挑戦しようという気があって挑戦したんですけども、うん、受けて立つ方はもう少しですね後になるんじゃないかと、そういった気持ちはあったと思います。意外に早く第1回の防衛戦がやってまいりました。宇野久子そして堀田由美子、心の準備ができていなかったと言っちゃねちょっと宇野久子と堀田由美子に悪いんですけども、しかし若いチャンピオンチームですから、あるいはそのあたりが今日の試合に影響するかも分かりません。あジャンピングニーパット、独特のジャンピングニーパットが入りました。そして今度はクロスショップ、さあ長堀風トップロープで待ち構えております。どうするか今思い切って今左に行きましたかね。えそうですね、2人のコンビネーションバッチリであります。そして今度はどうしようというんでしょうか、高いところからパイルドライバーをオンラインするのか、あるいはパイルドライバーをオンラインしようというんでしょうか。これはかつて見たことがない高いところからのパイルドライバーであります。思い切ってやりました小倉由美、さあこれは最後に決まりました。驚きました、あんなところからのパイプドライバーまさに直角に決まっております。すごい技ですね、パイプドライバーですね、すごいですね、はい。宇野久子大丈夫か、1本目鮮やか、挑戦者ペアが取っております。
仕掛けました小倉由美であります。宇野梨紗子、そして小倉由美。さあ小倉由美がストンピング攻撃でやります。やはりあの宇野梨紗子としてはですね、あのパイルドライバー高いところから切りまして、ちょっと苦しくなりましたね。効いてますね、はい、ここを鮮度と小倉由美速攻でやります。さあストレート勝ちを狙っていきます。挑戦者ペア小倉由美、そして長織和也でやります。さああとは堀田由美子がどうこの挑戦者ペアの攻撃をさばくかどうか。堀田由美子が行く、長織はロープに行って足を飛ばしました。もう一発、さあミールキックの連発でやります。堀田由美子、堀田由美子ミールキックの連発、ボディに炸裂いたしました。長織が苦しそうであります。いや小倉由美がですね、今あのゴングの前に仕掛けに行きました。しかし堀田由美子がよくピンチを防ぎましたですね。そうですね、長織和江がお腹を押さえております。塩野さん、はい、宇野ですけどもね、どうもあの首の骨がずれるような感じになってるみたいですね。あそうですか。さっき一生懸命引っ張ってましてね、はいはい、首の骨がちょっと、表現は悪いですがめり込んだような感じになったような。そうにしてもね、宮城君、あんなに高いところのパイルドライバーって初めて見ましたね。初めて見ましたね、この後が心配であります。今日はですね、小倉との長堀が危険なことを何度もお見せするということを言ったんですよ。あそうですか。それが何本目になるか分かんないけども、はい、必ずお見せしますと言ったんですが、1本目から出ましたですね、はい。塩野さん、はいはい、あの顔面に入って歯が飛んじゃいましたよ。歯が飛んじゃったんです。あら、小倉の、顔面に入りました。まともに。あそうですか、何発か入ってますよ。小倉由美がね、ぶっ倒れてしまいました。いや今日は壮絶な試合になりました。10カウントですかこれね。さあ起き上がれるか、起き上がれるか。今小倉由美、あっと起き上がってまいりました。カウントが続けられておりました。そしてあっと今度は犬が行った、犬が行った、ボールを落としている小倉由美。小倉由美ぶっ倒れました。犬のスタンピングであります。先ほどのお返し、いやこれはね、小倉由美ちょっと大丈夫か、足がもたついております。そしてロックック炸裂、上から行くカウントが入る、あっとカウント中だ。小倉由美必死に捉えました。今のはもう本能としか言いようがありません。小倉にタッチ認められません。ボブヤゾは認めませんでした。小倉朦朧としております。小倉朦朧としている。この小倉にブレンバスターだ。さあ宇野梨紗子抑え込んだ。カウントはカウントは2であります。小倉は頑張っております。宇野梨紗子マットを抱いて悔しがっている。今度は堀田由美子が入った、堀田が入った、堀田が入った。ロープに振ってショーダースルーを後ろに落としました。縦という堀田由美子、あっとレアしてゲッター強烈なドロップキック。そして髪の毛を掴んだ。小倉朦朧としている。さあ小倉朦朧としている。後ろに落としてそのまま抑え込む。これは決まるか、決まりません。小倉大変な執念だ。これまた壊しております。ファンが喜んでおります。小倉必死に耐えております。なんとか長堀にタッチできました。小倉ピンチをかわしました。大したもんですね小倉ね。そうですね、はい、執念ですね。しかし逆に今あの1本を返せなかったチャンピオンチーム苦しくなりますね、逃がさなければよかったんじゃないかと思いますけどね。そうそう、逃がしちゃいましたね、はい。さあ今度は堀田、そして長堀の対決になりました。さあ今度は堀田がロープに振りました。おーっと長堀回し蹴り一発、きれいに入りました。スワット攻撃であります。もう1回カウンター気味に今度は足が飛んでおります。いやまた入った、スワット一戦。そして今宇野にタッチであります。さあ宇野は大丈夫か、クリア大丈夫か。ダブルアームスープレックスの体勢に入っております。早い感じ、早い攻撃だ。あーっとストレートか。いや今日は長堀も力が入っております。さあ長堀もう一回行くか、どうするか。またもパイルドライバーの体勢が入った。パイルドライバーを蹴りました。さあこのまま決めるか、決めに行った、決めに行った。カウント危なかった。宇野梨紗子本当に面白い試合になりました。防衛に必死チャンピオンチーム、そしてなんとかチャンピオンベルトを取ろうと、これまた挑戦に必死チャンピオンペア
そして挑戦者ペアであります。あーっとカウント、これはカウント2でした。小倉由美懸命にこらえます。小倉由美懸命にこらえます。いい試合になりましたね。だがそうですね、いい試合ですね、はい、思いっきりがいいですね、はい、さあ今度はホッテンが行きました。ショルダーアタックであります。肩からぶつかっていきました。そして宇野久子、ホッテンと力を合わせてどういくか。あーっとついてる、持ち上げて落としました。これは高いところから落ちました。そしてあーっと単行の姿勢あります。危ない、上からホッタイミコ、シャミミに抑え込みに行きました。しかしこれはカローでかわしました。いい試合になっております。今度は抱え上げてホッタイミコ、どういこうというんでしょうか。さあトップロープに、トップロープに持っていきますか。今2段目に上がりました。さあどうしようというのか、どうしようというのか。2段ロープから、さあ、あーっと、これを落としました。上から行こう、これはうまいタイミングだ。決まった、ミッキー決まった。堀田由美子、迫力が来てあります。日本を返しました、日本を返しました。6点分3本勝負、1本1本。庄司さん、どうですか。びっくりしましたね、はい、僕ね、こんなに壮烈なもんだと思いませんでしたわ。素晴らしい試合ですね。本当に最初あれ、あの宇野選手ですか、はい、あの頭打って宇野久子、ね、はい、なんかほんま戻しそうな雰囲気だったでしょ。そうなんですよね。要はそれであれだけのことができますね、はい、いやしかしね、お互いに一本一本になりましたが、ジャガー、はい、疲れているのはチャンピオンチームかも分かりませんよ、今。そうですね、でも堀田頑張ってますね。堀田が頑張ってます、今日はお父さん、お母さん、そして親戚の皆さん、大勢のファンが登っております、堀田由美子、獅子奮迅の大活躍であります。ジャガー、どういうふうにご覧になりますか、3本目。そうですね、まだちょっと想像はつかないですけど ね、もう思いっきりがいいです。波に乗ってますね、試合自体も、はい、全く断を許さない面白い試合です。面白い試合ですね。白熱戦を展開しております、大阪府立体育会館です。さあ、よろしくお願いします。さあ、ゴングが鳴った。まず長堀、そして堀田で対戦であります。塩野さん、はいはい、宇野堀田チーム、この間はジャーマン2連発で勝負決めましたですね。ああ、そうでした。あのジャーマンはですね、はい、初めてやったそうですよ。あ、そうですか。練習後にやったことがなかったそうですね。なるほど。ですから1回じゃダメージが与えられないだろうから、2人でやって、そして1人分のダメージを与えようと。なるほど。そういうふうな考えだったそうですね。ああ、4月15日の大滝体育館、そういえば令和2回、そしてジュリーマーチンに対しまして、若い2人がジャーマンスープレックスという大技を炸裂させまして、見事にチャンピオンベルトを奪取しております。果たして今日はその大技が炸裂するか。しかし挑戦者ペアも本当に息が合っております。しかも根性をよく出しております。挑戦者チームですがね、絶対に若い選手の踏み台にはならないと、はいはいはい、この選手には絶対ならないんだ、そうでしょう、絶対にこのチャンピオンベルトを取るんだという気持ちで、ずっと言ってましたね。そうでしょうね。そういった打ち込みが今日はよく伺えます。小倉由美が飛びました。そして上から行く、カウントが入る。堀田由美子、カローズとかしました。まあ、小倉由美という人もね、常にあのレスリング一直線ですからね。そうですね、もう少し何かあの駆け引きがあってもいいというような声もあるんですけども、しかしこの人の場合は一直線であります。そして長堀和恵もタイプとしてはそうなんでしょう。そうですね、ムラがあるんですよね。あ、それがまずいんじゃないかなと思うんですけど、今日はいいですね、はい、なるほどね、今日はしかしね、白熱した交渉を展開しております。大阪府立体育会館、 2AA のタッグ世界選手権であります。チャンピオンチームが堀田由美子、宇野久子、そして挑戦者チームが長堀和恵、小倉由美であります。あーっと回し蹴り、キック攻撃では一列の長があります。先輩の長堀和恵、さあ堀田をロープに飛ばした。どうするか、ショルダースルーに行った。またも回し蹴りが入りました。回し蹴り一戦です。もう一発入りました。起こしてくれません、3連発。いやー、今日は気合が入っている長堀、これでもか、これでもか、回し蹴りの連発であります。そして今
ラウンドオープンに上がりました。徹底的な回し蹴り、得意のスラット攻撃であります。やりますね、すごいですね。長堀の執念を目玉と見る思いがします。長堀、何が何でも欲しいチャンピオンベルト。いやー、ここまで執念抜き出しのソバットは初めて見ました。もう10連発になるんでありませんか。そうですね、やってますね。果てしなく続きます。ソバット、ソバット、またソバット。長堀和江、執念抜き出しのソバット攻撃。堀田由美子、立てるか。カウントが入った、3つ入った。やった長堀和江、長堀執念のソバット攻撃でした。長堀が子供の執念を抜き出した攻撃は初めて見ました。ジャガーも拍手を送っております。レッツゴー3匹の皆さんも拍手を送っております。鮮やか、先輩として負けるわけにはいきませんでした。そういった執念が今日は長堀和江の後書き、終わりなくソバット攻撃によく象徴をされておりました。やりましたね、ジャガー。すごかったですね、はい、やはりあの格闘技ってのはあれだけ気持ちを表に出さなくちゃなかなか勝利に結びつきませんね。そうですね、はい、今日頑張りました。本当に抱き合って泣いて喜ぶ挑戦者ペア、やりました。いやー、そしてあまりにも足けなかった短かったチャンピオン、今2人がリングを降りました。お母さんの前を通る堀田由美子、あー今小倉が手を差し伸べます。あー、若い人たちはこれがいいですね。はい、そして今小倉由美チャンピオンベルトを巻きます。長堀と小倉、小倉もあの涙が止まりませんね。そうですね、嬉しいですね、はい、小倉という人も一途な人でね、もうこの2人ほど練習する選手はおりません。どんな時でも真っ先に練習の先頭に立っておりました小倉と長堀。その努力が実りました、その執念根性が実りました。認定賞、小倉由美の黒い和也の、あなたは全日本女子プロレス協会主催のスリーダウンでタッグ選手権会においてチャンピオンになりました。これこれ認定いたします。昭和62年4月の今、上田晋司コミッショナーから認定賞が渡されました。そしてフジテレビから黒組であります庄司さん、本当にあの陣取るようないい試合でしたね。はい、僕ね、はい、まあ、誠に失礼けどね、ええ、たかが女性だと思ってましたけどね、はい、このパワーといいテクニックといいね、はい、そーら素晴らしいもんですな。そうですか、はい、参りました。女子プロレスの選手もですね、今あの別の3匹の庄司さんがね、あの褒めてください。